横浜港臨港幹線道路横浜港臨港幹線道路は神奈川県横浜市の横浜港を周回する港湾法における臨港道路である横浜市港湾局の管轄港湾関連交通と一般交通を分離することで都市部における交通の円滑化を目的としており神奈川区恵比寿町から中区本木不島までの道路が計画されている 港未来地区内では、本道路の別称として、国際大通りとも呼ばれている。港未来橋の手前より、港未来地区方面を望む港未来トンネルのワールドポーターズ、川入口港未来トンネルのワールドポーターズ、川入口この区間については、2013年3月までに、一応の整備が完了している。港未来地区と山内府頭及び、 水保布島方面を結ぶ整備計画では2008年12月1日、同地区と横浜市中央卸売市場本場を結ぶ、港未来橋、同市場とコットンハーバー地区を結ぶ、コットン大橋が、開通、すでに強要されていた、コットンハーバー地区と水保布島方面を結ぶ、連絡橋には、水保大橋という名称が付いた。なお、コットン大橋については、 需要動向を見守りながら将来的に道路の複線化を行い、その際に歩道を整備する計画となっている。また、港未来地区の国際大通り地下部分における計画では1986年度に着工後、港未来橋手前から赤レンガ倉庫手前の横浜ワールドポーターズ付近まで約 1.3km の整備を1999年度には完了していたが、 竣工から十数年にわたって、交通量が見込めないことを理由に閉鎖されていた。その後は、周辺の開発も順調に進み、横浜美術館前の大型商業施設、m a r k イ a s 港未来の開業など、交通量の増加も見込めることから、2012年度に、整備済み部分の補修工事などを行い竣工から13年、以上が経過した2013年3月に、 港未来トンネルとして開通した。なお、国際大通りの地上部分は地下の本線に対して、速道という扱いである。本道路の起点側より、順に列記する。一方、前述の赤レンガ倉庫手前から、先の未整備区間に計画されている、山下公園の前に広がる海や大桟橋などの地下を通り、 山下不当方面と接続する予定の道路については、長らく事業化の目処が立たない状況となっていた。しかし、今後は、山下不当の再開発計画において2020年以降の町開きを目指し事業の本格化が見込まれることから、港未来地区と山下不当を結ぶ本道路についても、工程、広報の検討や、 外産工事費の算出などに関する業務委託を2016年10月に実施し、道路の整備に向けた検討が開始されている。さらにこの道路の整備により、前述のコットン大橋においても、交通量の大幅な増加が見込まれることから、東京の複線化も含めて一体的な整備ができるよう目指していく。水保不島方面と、起点側の恵比寿町を接続するルートについては未整備となっている。 一方で本港の道路計画には含まれないが、横浜港を周回する臨港道路として、恵比寿町から大黒橋の南側まで、神奈川産業道路が通っており、さらにその先の大黒府島まで指導大黒線による接続が完了している。また、大黒府島本木府島間は、横浜米ブリッジの下層部を通る、 国道357号から地上部分までを本木、大黒輪行道路が結んでおり、その後、本木不当で林行道路、本木不当連絡線と直行するようにして、山下不当方面へ接続している。なお、本木不当ではこの他に、南本木不当と接続するための、南元牧は、ま、道路が整備されている。ありがとうございます。